ウルフギャング、パックウルフギャングパックは、オーストリア生まれの料理人で実業家。スターシェフ、アメリカ料理を変えた料理人、アカデミー賞公式シェフと呼ばれる。オーストリアで生まれ、10代の頃より、フランスパリのマキシムやモンテカルロのオテルドパリなどの3つ星レストランで修行した後、1973年にアメリカに渡る。その後1982年に、 同国カリフォルニア州ロサンゼルスの有名レストランスパー後の共同オーナー兼メインシェフとして一世を風靡し一躍アメリカを代表するスターシェフの一人となった後に自らの名前を冠したウルフギャングパックカフェウルフギャングパックエクスプレスウルフギャングパックバーグリルなどのレストランチェーンを起こし成功させ現在はアメリカ全土の他に ウルフ・ギャング・パック・カフェ、ウルフ・ギャング・パック・エクスプレス数店舗を東京で展開している。また、ロサンゼルスを代表する高級レストランである、ル・オランジェリーや、ザ・マンダリンなども経営する傍ら、自ら厨房に立ち調理を行う。アカデミー賞受賞式のディナーにおける料理の総責任者を務めるほか、自ら出演する料理番組が2002年にエミー賞を受賞するなど、 現在もアメリカを代表するスターシェフの一人として君臨する。ありがとうございます。